いい感じ。よいしょー。じゃあ一つ目は炭酸水をお家で作れるやつです。よし、思い切ってあげろ。よし、よいしょー。中身がソーダストリームの本体とガスシリンダー1本、ボトル800か1リットルのボトル、0.5 のボトルが2つとジンジャーシロップが1つついてきて、全部で13,000円で、3,000ポイントバックなんで10,000円で、この1本で約60リットルのガスができるって書いてます。よし、さあこれこれ、いよいよこれ、はい、それ炭酸水作るやつ。さあこんな簡単にできるのか。1、はい、さあ出来上がってるでしょうか。匂いがわからんか。そう、もっと。1、はい、離して、はい、もう一丁。2、はい、離して、はい、最後3、はい、みたいに、はい、OK。 これはいけてるだろう。なんかシュワシュワしてるぞ。うん、そうやな。うわ、シュワシュワ言ってる。これは炭酸水できた。飲んでごらん。さっき匂いでわかった。匂いでわかんない。ライム飲んでみて。いい感じ。ライムせえどこぼれた。ええよ。どう、シュワシュワしてる。めっちゃシュワシュワしてる。うん、シュワシュワ。キャベツがいっぱい、キャベツいっぱいやから。
お空。パパ混ぜてくれ。前線少し本当に行ききらないようですね。彼に点を奪っている日本です。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は働きながら J リーグを目指しているサッカー選手です。今日はですねベルスパ大分さんとの試合になります。ホームゲーム、リーグ戦は、昇格 J リーグ昇格を目指して戦っている中、ここ5試合、勝ちがなくて今ちょっとチームとして調子を落としているので今日勝ってまた上位争いに食い込んでいけるように、頑張っていきたいと思います。でベルスパ大分さんは、先日天皇杯で、モンテディオ山形さんにも勝利して調子リーグ戦も今第3位ですかね、3位と調子がいいのででも僕ら勝ったらこれで2ポイント差まで迫れるので今日の試合はすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。じゃあガーデンで試合頑張っていきます。はい、帰ってきました。試合はね、2対0で敗れてしまって、これで、6試合、リーグ戦では勝ちがない状態となってしまいました。本当に全員ね、それぞれが、いろんな感情があって、思うところがあるんですけど、やっぱりもう誰がどうとか、その個の問題じゃなくて、もうチーム全体としての問題になってきてるので、そこをね、みんなで乗り越えていけるように、本当にいろんな選手とコミュニケーション取って、また立て直しを図りたいと思います。で次は天皇杯に、ヴィッセル神戸戦になるので、まあ、そういったところで、こう流れを取り戻すきっかけになる試合にしたいのでまた、しっかり休んで、ヴィッセル戦に備えたいと思います。で、この後はですね、僕が、初めてスポンサーを獲得した、リープヘアというこの鈴鹿に来て、初めてスポンサーになってくださった方のところに髪の毛を切りに行くのでサクッとご飯を食べて、行きたいと思います。じゃあフリーダムでお願いいたします。ありがとうございます。これで頑張っていきます。確かによく考えたらこれ今年のやつまだ出てないですね。髪の毛を切り終えて帰ってきました。もう本当にね水曜日なんで。みんなで切り替えて僕たちもただ挑戦しに行くだけじゃなくて勝ちに行きたいと思ってますんで、おー、はい、本当にねただ挑戦しに行くだけじゃなくて勝ちに行きたいと思ってますんで、そのために、月火と、しっかり休んでね、準備したいと思います。動画を最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございます。またスタジアムやったり、応援に来てくださった方ありがとうございます。今日はね青州建設さんのマッチデーということで、本当に多くの方が青州建設さんが声をかけてくれて、試合に来ていただきました。本当にありがとうございます。そういった方たちとね共に、勝利した後喜べるようになんとか勝利のために自分も、チームに貢献できるよう頑張っていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
今、髪の毛をいい感じにしていただいて、リープヘアから帰ってきました。リープヘアは僕が鈴鹿に来て、スポンサー営業を始めて、クラブのフロントスタッフとして働き始めて、第1社目の、スポンサー企業になってくれたお店です。で、1回目髪切ってる時に、僕は鈴鹿に来たんですけど、スポンサー営業することになって、もしよかったらやってくれませんか?みたいな。もうね、営業資料も何も持ってない、名刺もまだない時に、そんな時に OK してくれたのが講師さんでした。昔対談動画があるので載せておきます。今ではですね、選手も20人ぐらい、去年で20人ぐらい、カットをしてもらってた、髪の毛屋さんになりますので、そうやって支えてくださってる方のためにもですね、ぜひ勝利を届けて、応援してくださる方と次は勝てるように頑張りたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。